い、どうも、ヘイクベーコンです。ヘイクベーコンはね、今日はね、昨日ね、受けた8日、8月8日、宮崎県で震度6弱の揺れを観測するマグニチュード 7.1 の大きな地震があり、九州で最大で50センチの津波を観測したっていうことがあってね、本当にね、おけが運転された方には本当に、ぜひ、回復をお祈りしておりますので、はい。もう本当に気をつけてくださいね。もう本当にこればっかりはね、どんだけその時に起こったとしてもね、自然災害には勝てないので、事前からのね、もう本当に、警戒用意をしておくことが大事やなと思っております。でね、この地震で気象庁は南海トラフ地震の想定震源域では大規模地震が発生する可能性が普段と比べて高まっているとして臨時情報を出して、巨大地震への注意を呼びかけてるみたいなんやって。だからね、本当にこれだけはね、今までなかったことやけんね、本当にこれ注意しとかなあかんね。で、今回のね、南海トラフ巨大地震で震度6以上の激しい揺れや高さ3メートル以上の津波の恐れなどはある。茨城県から沖縄県にかけて内陸の地域を含む29の都道府県707の市町村を防災対策の推進地域に指定しています。もうだからこれあれね、本当に瀬戸内海以降のね、5都道府県あったりね、結構29のね都道府県でも結構なるね、広い地域やけんね、本当にね、改めて今回これからね、注意を呼びかけていきたいんやけど、でも本当にね、ハオルニュースやデマとかそういうのにもね、も流されへんように気をつけなあかんのね。で、今回がへい、じゃあどういったね、用意をすればいいんか言うたらね、ハザードチェックをね、まずね、していこう言うてね、まずは地域のハザードマップを確認しよう。地震や津波、土砂災害がどこで起こりやすいのかを知っておくのが大切。事前に安全な避難場所やルートをチェックして、家族みんなで避難計画を立てようっていうことやね。で、非常持ち出し品の準備は OK。いつでもすぐに持ち出せるように、非常時出品を、非常時持ち出し、向こうの、準備しとくっていうことはね、非常時の時にね、持ち出せるようなね、食料、水、常備薬、懐中電灯、携帯ラジオなど、必要なものをリストアップして寝る前にちゃんと確認。そして避難服でお安い。もしもの時のために、避難しやすい服装と寝るのがベスト。逃げやすい準備をしておこう思いつつもね、何が起きても朝方でもね、真夜中でもね、真っ昼間でもこう、出てる時でも、すぐ起きて逃げやすい準備をね、高台に避難できる言うてね。で、避難経路はすっきりと周りに物を置かないようにして、すぐに避難できる状態に、スムーズな避難が命を守るけんね。安全なうちづくり、耐震性が低い建物や土砂崩れ、津波浸水の恐れがある場所には近づかんようにしてね。家の中でもできるだけ安全な場所で生活を。テントを防止で安心生活。家具や家電が倒れないように固定したり、窓ガラスの飛散防止対策をしっかりしておこう。高い場所に物を置かない、ベッドの頭上に物を置かないなど、小さな工夫で大きな安心を。火事を防ごう。火災警報器のチェック、コンセントのプラグ抜き、この周りの整理整頓、そして消火器の準備も忘れんといてね。避難生活の準備も忘れずに、水や食料の備蓄をたっぷり確保して、簡易トイレやラジオ、携帯電話の予備バトリーも準備しとこうね。冷静さは一番、命を守るけん、パニックにならず日常生活を冷静に守り続けることが大切です。買い占めや電話の拡散は絶対やめよう。みんなで協力して安心安全な避難生活を送ろうね。地震への備え、ね、地震に備えるために持っておくべき具体的なものをね、ここでね、ちょっとね、紹介していこうと。もうけんね、これでいざという時もね、安心なればね、嬉しいでね、必須ね。非常時のこの出品リスト、持ち出しリスト、これさえ持っていれば安心。持ち出しバッグに入れておこう。1、水、1日あたり1日3リットルを目安、大抵の3日分9リットルを用意しとこう。2、食料3日分の保存食を準備、缶詰、レトルト食品、ビスケット、乾パン、エネルギーバーなど、保存が効いて栄養があるものを選ぼうね。3、常備薬品、
持病がある場合は常備薬を忘れずに、消薬、絆創膏、傷薬、風邪薬、消毒液なども用意しておこうね。懐中電灯、ヘッドライト。4つ目、停電時に必須、乾電池や手回し充電式のものが安心だね。5、携帯ラジオ、情報を得るために重要、手回し充電やソーラー充電ができるタイプが便利。これラジオもね、大きくだけでもね、安心するけんね。6、予備の電池版ももらう、モバイルバッテリー、懐中電灯やラジオ、スマホ用の予備電池やバッテリーを忘れずに。7、ホイッスル、助けを呼ぶときに使えるアイテム、大きな音を出せるので緊急時に役立つ。8、ウェットティッシュ、消毒用アルコール、手や物の消毒に使えるので衛生対策に重要。9、マスク、ほこりや感染症対策に余分に持っておくと安心。10、ティッシュ、トイレットペーパー、トイレの後や何かを置くときに便利やね。11、防寒具、冷え込むこともあるので毛布や防寒シート、カイロを用意しておくと安心。12、現金、停電で ATM が使えない場合もあるので小惑星部屋効果を用意しておこうね。13、緊急連絡先メモ、携帯電話が使えなくなった時に備えて家族や親戚知人の連絡先を書いたメモを用意しておこうね。今もほんまにね、あの電池バッテリーがなくなった時にね、全部携帯任せやけんね。携帯が使えなくなった時にね、見越してね、ちゃんとこうメモを持っておこうね。14、救急セット、応急処置ができるように応対ガーゼ、ハサミなどが入った救急セットを用意します。15、レインコートポンチョ、雨天時の避難に役立つアイテム、できるだけコンパクトに折りたためるものが便利です。16、簡易トイレ、避難所や屋外トイレが使えんときに備えてね。災害時用の携帯トイレが市販されています。17、多機能ナイフ、缶切り、缶詰を置けたり紐を切ったり、いろんな場面で活躍します。18、洗面用具、歯ブラシ、歯磨き粉、タオルなどを備えておくと避難生活でも清潔に過ごせます。19、衣類、下着、靴下、服の数日分の着替えを準備、速乾性のあるものや重ね着できるものが便利です。20、防災マニュアル、災害時にどう行動するかを記したガイドブックを、手帳を準備しておくと緊急時に冷静に対処できます。これらを一つにまとめた非常用バッグを玄関近くや寝室に置いてすぐに持ち出せるようにしておこうね。防災準備は日常の一部として習慣化することが大切やけんね。万が一の時に備えて少しずつでも準備を進めていこうね。今日はね、本当に南海トラフ地震に備えるために持っておくべき具体的なものを紹介したよね。本当にこれが少しでもね、いざという時にね、便利に助けになれば幸いやけんね。今日もね、ありがとう。